光があって、光の作用で今ここが変化していきます。ここに救いの道があります。ナザレのイエス様がここに再臨されることを願い望んで毎日を過ごしています。批判する心や攻撃する心が、いろいろな思い心配が少しずつ消え去り、周りとのコミュニケーションが円滑になって、毎日が安心の中に入っていきます。ナザレのイエス様、毎日光の中でイエス様と共に過ごすことを望み、そうしています。一日も早くこの地にいらしてくださることを待ち望み願っています。どうか一日も早く来てくださることを願います。アーメン。